はい、ということで今回はレモンくんのチャンネルということで、そんな撮影モードにならなくてもいいよ。あ、そっか。普通にやりたい。まあ録画してません。してない、してないです。本当本当だよ。ほんとおじさんの言うこと睡眠要請ないからな。なんでそれ。じゃあクイズのお題は、今日昼何食べたっけ。忘れて今考えてたんだよ。ああ言ったわこれ、おでんです。さっき言っちゃった。じゃあ僕の好きなお菓子をちょっともらおうかな。あ、ヒントは小さいお菓子じゃない、あのでっかい袋に入ってる。あ、ポテトチップス。なんていうの、ファミリーサイズのでっかいやつね。わかる、これじゃないからは言うけど、キットカットの袋のやつみたいな、なんか24個入ってるような。いっぱい入ってる。そう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 。さあなんでしょう、ヒントは。ヒントは大きいサイズ。あとは甘い、甘い。あとはいろんな味があるね。いろんな味が、いろんな味、まあ 2種類とか。ああ、アルフォート。違う。カントリーマーム。正解な。なんかめっちゃ簡単に落ちる。なんで正解したのに残念がってんだよ。もうちょっと引きずって、うわーってな。あーっていうのがいいよね。さっきみたいなのと全然違う。意外と簡単に当たったな。さっきビーフジャーキー、うわーってなに、すごかったよな。あれ完成度、うわー、助けてください。死んでるね。おねくーい、おねくーい、ドゥデン。考えてない。ちょっと待って、考えなし。考えなし。あー、ロネクイズ。いや、当たりそうだな。当たりそうだけどやる。僕の好きなご飯は何でしょう。ご飯、ご飯、まあ、あの夜ご飯とかそういう系のやつ。朝昼夜じゃない。どうしようこと、朝ごはんが僕は個人的に好きですってこと。そうじゃない。どうでもいいんだけど。そう、じゃあ料理名、料理名。まずヒント一よ。ヒント一、むずいな。むずいのヒント。ヒントもなんか当たりそうなんだよね。結構メジャーなものだから。あ、これメジャーなもの。あ、自分で作ったりもする。自分で作る。はい、簡単です。他人作る。簡単、まあ、簡単か、簡単。よくぐちゃぐちゃにしちゃう。スクランブルエッグ。違うよ。スクランブルエッグが好物な人いる。わかんないけど。なんだろうな、なんだろうな。何だろう、僕が考えてるんだ。何を言ってんだよ。じゃあヒント2出すかね。はい、はあ、いやどうしような。あ、何色とか。あ、どうしよう。うわ、これ言ったのがありそうな。黄色。黄色、やっぱスプラングレープめちゃくちゃ簡単。オムライス。正解。なんだよ、当たっちゃうな。なんで動画回してるからかな。動画回してると当たるの多分。あ、いいぞ、いいものを見つけました。昨日、夜食べたもん。はい、はい、ヒント、ヒントはケチャップをかける。オムライスか。違うや。スクランブルエッグか。違うわ。卵から離れていいよ。離れていい。はい、じゃあ目玉焼き。
卵から離れて寝ちゃって、ちゃんとコンビニにも売ってます。ヒント2、コンビニにもあるよ。わはわわはわわはわわうるさいよ、どれ怒ったろうね。どこもか、火曜素、火曜素なかった。怒ったかんな、許さないかんな。ルネくんだよ。おい、ほんよ、ダメ。じゃあ、次のヒントはふわふわ。スクランブル。違うのよ、まあ、ふわふわ。あ、でもふわ、しっとりしてるしふわふわだけど、外を食べる人もいる。外を食べる人というか正解。外を食べる人で当たるんだ。なんで今の分かったの。コンビニでアメリカンドッグを買うのをこの間買ったから思い出して、おぉ、かけるし。あーあー最低。そいつで、ま、満足しただろ。無理です。僕がですね、その夜さ、ビーフジャーキー食べて、うん、そのビーフジャーキーを食べるっていうのはあるんだけど、もう一つ交互に食べているものがあるんです。それは何でしょうか。それは何もある白いものです。白いのクリームシチュー。あー、シチュー頼むの。何、食べ物じゃないの。液体じゃん。あ、そういうのはまあ食べ、じゃあ違うか。ではないけど、白ちゃんと、うん、違うよ。まあ、ビーフジャーキーみたいな感じだから、つまみ系、そういう系列だよ。そう、お菓子とかではない。うん、お菓子とかじゃない。うん、ビーフジャーキーに近いつまみ系。はい、もうなんかバレそうな。あ、難しいと思ったのにな。どうも。じゃあもう一つヒント。え、もう一つ、うーん、白くて味は、味はね、甘いし、甘いかな。どうなんだろう、なんかなんかね、微妙なラインだけど、まあ甘いっちゃ甘いし、うん、微妙なライン。微妙なのか。ホワイトチョコ。いいえ、違います。なんかね、そういう甘さじゃないんだよ。そういう甘さじゃない。いや、甘いんだけど、なんかね、難しい。ちょっとしょっぱい感じもするから、なんか甘じょっぱい感じかな。もうちょっとヒント欲しいな。白くて甘じょっぱい。うん、結構海の生き物。これは大ヒントです。クラゲ。クラゲ。僕はこういつもこうクラゲを食べます。やば。あ、じゃあ文字数は。あ、文字数。ワン、四文字です。四文字。四文字。それは海の生き物で乾燥してる？乾燥。まあ確かに、まあ乾燥してるとしてる。どうなんだろうな。じゃあ真ん中四文字の二文字目、木です。はあ。丸、木丸。
丸木丸丸丸木丸丸でも言わなくてもねあれだけど、ハーキー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 です、ハーキーハーハーハーキーハーハーキー言っちゃいそうだからちょっとやめよう。そのうち言っちゃう僕。泳いでます。泳いでます。じゃあ水族館とかにもいるね。あいるか。僕は2日に1回イルカを食べます。やばいや。ハキハハ。ハキハハって何？何みんなやってんの？ね、やばいやばいやつじゃん。え、聞いてんのこれ、この人。じゃあ、お米やろ。こいつつけて。はきはは。すすにもあるんでしょ。ある。これ、もう一度つけなくて。わかった？いいか。わかった？正解正解です。甘じょっぱい、確かに甘じょっぱい、甘じょっぱくて白くてハーキンハハで海の生き物でお寿司にもあるし白身とかありますよね。え、てか待って、意外と人も少なくなってきた。やっと達成感があるんですか。いいねー。